だいぶ奥まで来たわね。大丈夫？リオンさん。うん、なんとか。でも改めてとんでもない場所ね。ネメシスの執行者だっけ。よくこんなところでずっと戦ってきたわよね。学園生活もバッチリみたいだし、下手しなくても現役学生アイドル以上にハードなんじゃない？これでも訓練しているし、慣れればどうってことはないわ。リオンさんの力もここまで暴走する兆しはなかった。それでリオンさん、そろそろ答えは見出せそう？なんで私声に出してた？まさか噂の術ってやつで私の心を読んだとか？そんなことはしてないわ。ただあなたが私のよく知っている顔をしていたから、大切なものをつかみ取るために危険をも厭わない。そばで何度も見てきたあの顔をね。お、さっきトワ先生の話を聞いて思ったんだよね。みんな戦ってるんだなって。コウ君もアスカもトワ先生も巻き込まれたからじゃなくて自分自身で選び取ったんだなって。だったら私も決めなくちゃ。異界を知った今、久我山リオンとしてどうするかを。そう、あなたが何を選択するか私は一切口出しするつもりはないわ。けどあなたには時坂君たちに通じる資質と心意気がある。もし覚悟があるのならいつでも部室を訪ねてきてちょうだい。その時は歓迎させてもらうから。アスカありがとう。その時はよろしくね。クリアしないとね。一気に撃破しましょう。うん、よろしくアスカ。シュート！うん、はっやっはっやっやっはっはっやっドミッドインで、はっはっドミッドインで、はっ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 やっはっやっやっやっはっドミッドインで、はっや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 っするわ。やぎってさ、ありがとう。
よっしゃ、みなぎってきた。終わりよ。
よーし、みんな行きたい。さあ、まだまだ行くわよ。やっ、ただいま、トワ先生、美月先輩。お帰りなさい。どうやら最終テストは無事成し遂げたみたいですね。ええ、見届けてきました。リオンさんならきっとあの力ともうまく付き合っていけるはずです。ありがとう、アスカ。トワ先生も本当にありがとね。おかげでちょっとだけ前に進めた気がするかな。え、私は何もしてないよ。でもリオンちゃん、なんだかいい顔になったみたい。本当にお疲れ様。どうも。ゲートの方は完全に消えたみたいですね。ええ、アプリを使った計測でも満足なデータは得られませんでした。以前高畑君と見たものと関係はありそうなんですが、一応ゾディアックのデータベースも調べた方がいいかもしれません。こちらも問い合わせてみますが、徒労に終わる可能性は高そうですね。森宮の異変との関係も含めて警戒は必要そうですが。きっと大丈夫だよ。何があっても XRC なら絶対に乗り越えられるはず。アスカちゃんたちだけじゃない、コウ君が、みんながいるんだから。そうですね。ええ、これからも頑張らないと。仲間か。ちょっと羨ましいかも。決めた。なんだよしおり。ほら、こっちこっち、早く来て。わかった、わかったから、引っ張るなよ。じゃーん。なにこれ。こうちゃんと私、こうちゃんが王子様で私がお姫様なの。上手でしょ。ああ、何書いてんだか。まったくしおりは子供だよな。びっくりした。なんだよ今の揺れ。おい、しおり、一体どこ見て。なんだ、どうして空が赤く。こうちゃん、怖い。
また、あの日の。久しぶりだぜ、クソ。あの夜以来か。こうちゃん、起きてる？早く行かないと遅刻するよ。でもうこんな時間かよ。おはよう、こうちゃん。またお寝坊さん？悪い、寝過ごした。もう、また昨日も夜更かししてたんでしょう。バイトや部活もいいけど、ちゃんと睡眠は。どうしたの？なんか顔色悪い。いや、ちょっと夢見が悪い。10年か。うん、もうすっかり元通りだよね。あんなこと二度と起きないといいけど。だな。こうちゃん。お父さん。おはようっす。今から仕事っすか。あ、いけない。行ってくるっす。どんどん行くぞ。次、時坂と伊吹。勝負をつける時が来たみてえだな。剣道部で鍛えた根性、今こそ見せてやんよ。剣道は関係ねえだ。つうかお前、そもそも部活をサボってばかりじゃねえか。頑張ってね、二人とも。よーい、始め。やれやれ。もう一回だ、もう一回。二人ともなかなか悪くないタイムだ。よし、
お疲れ様、二人とも。ああ疲れた。もう何巡目だって。もうへばったのか。リオンのクラスと合同だって張り切ってたくせに。ああ張り切ってたさ。奴が来なければ。男子はまだクロールの基本がなってないみたいだな。今から手本を見せるぞ。やれやれ、アスリート顔負けだな。語学堪能な上に運動神経抜群ってなんだよ。二物も三物も与えすぎだろ。テン。でも五郎先生がこんなにスパルタだったなんて。サキ先生の方がまだ優しかったかもね。確か今日は用事があって代わりに引き受けたんだっけか。つーか、なんでトワネーまで名乗り出てんだっての。確かサキ先生の後輩に当たるんだったっけ。俺もトワちゃんの授業を受けたかったぜ。いやしかしリオンやヒイラギさんの水着姿は言うに及ばず、しおりちゃんも結構グラマーだよな。それに比べて俺の幼馴染は。まあトワちゃん。こーら凝視してんじゃ。お、いぶき元気が有り余ってるみたいだな。よしだったらえ、あ、ちょ、ま、だ、助けてくれ。あはは、いってらっしゃい。ま、骨は拾ってやるぜ。あれは反則よね。私以上に注目を集めるとはなかなか侮れないわ。久我山さん。リオンでいいって。温泉の時に会った。倉敷しおりさんだよ。私もしおりでいいよ。そうそう、この間の記念ライブ、特に最後のフィッシュウィングは本当に感動しちゃった。ありがとう。そう言ってくれると嬉しいな。まあ私たちだけの力で実現できたわけじゃないけどね。いろいろな人に助けてもらって実現できた最高のステージ、感謝してもしきれないわ。あ、それってもしかしてこうちゃん、時坂くんにも関係ある？わかるの？昔からそうだから。
困ってる人がいたら、いても立ってもいられなくて無茶ばっかりしちゃってでも最近は一人で抱え込まなくなったみたい。柊木さんと部活のみんなのおかげかな。それに多分リオンちゃんも。では今日の XRC の活動を始めましょう。まずは改めて新入部員を紹介させてもらうわね。2年生の久我山リオンです。スピカっていうグループのメンバーやってます。今度発売する新曲もよろしく。知ってるっつの。真面目にやれ真面目に。やれやれ。話は聞いたけど、アイドルとか入れて平気なの？彼女のたっての希望でもありますから。あの天使の力は今も彼女の中に残って、また力が暴走する可能性も。そうそう、だから今のうちにコントロールできるようになりたいの。君たちと一緒に戦うことでね。ネメシスとゾディアック両本部の許可も下りているわ。戦力増強と経過観察ができるなら一石二鳥という判断になったの。もちろんスピカの活動は優先させてもらうつもりだけど、君たちが生半可な気持ちじゃな、やるからにはバッチリ。ああ、よろしく頼むぜいい気合じゃねえか。まあ意外と戦力になってくれそうかな。改めてよろしくです、リオン先輩話がまとまったところで今日の活動を始めましょうか。ええ、リオンさんも席について。サーチ完了。発生する場所なの？いいえ、あくまで予測よ。でも確かにこの数は多いわね。って
もしかして僕のアドオンのせいじゃない、余計な情報を拾って精度が上がってるとか。いえ、あくまでこれが森宮市の現状なんでしょ。範囲を考えると、気になるのは商店街の反応やな。それにこっちは蓬莱町の、おそらく高羽組の事務所周辺だな。それってその界隈で何か起きたら。だったらその2つは俺が調べに。柳スポーツはバイト先だし、あのヤクザとも一応面識あるしな。それなら俺、下宿先の近所と知人の職場、どっちも確認しておきたいところだ。うん、なんだか思った。それじゃあ半分けしたらレッツゴー。
ようこそくぐら屋へ。またいらっしゃいませ。やっぱりか。ぼやくらいみてえだが。な、何が起きて。これで全部だな。いいか、誰も近づけさせるな。後藤さん。高畑、坊主たちも一緒か。大丈夫っすか。一体何があった。突然火元のない場所からボヤが上がり始めた。消火器ですら消せないボヤがな。なんだと。まさか。ち、やっぱりか。なるほど、どうやらそこに何かが見えてるらしいな。お父さん、どうやら裏の事情はある程度知った。お前らと違って見えるわけじゃねえが。話は後だ。ここは俺たちに。この不審火、なんとか。わかった、よろしく。た坊主、お前。ええ。若頭、ほら手分けして周りの。
け、切り裂け、切り裂け。チェンジするよ。グラム。やたらと蒸し暑いっすね。行くよ。汗が吹き出してきて。それ船弾幕弾幕。それ船弾幕弾幕。船。それ。はい。それ。任せろ。相手だな。うん、ああ、爆弾ブレイカー。
オッケー、食らいなよ。それ、それよ。交代で。エアスラッシュ、エアスラッシュ。チェンジするよ。食らいなよ。ラッキー、宝箱じゃん。よっ、任せろ。はっはっ、交代するぜ。エアスラッシュ、急げ。エアスラッシュ、交代。エアスラッシュ、急げ。回復するぜ。悪いな。こう。アンカースライド。セーフティング。タッ。交代するぜ。交代するぜ。オラちゃん。するぜ。アンカースライド。オッケー。船、船。よっ、よっ、よっ、それ。はい。フォース。はい。はい。じゃあ。よっ、よっ、よっ、よっ。船、船。よっ。はっ、よっ、はっ、よっ。フォース。次に行こうぜ。受け止め！もらった！
クロスドライブ。なんだ、いきなり火が消えた。なんとか止まっ…さっきの小僧だ。うまくいったようだな。警察と消防が来る前に後片付けを済ませ、ボゲットすんな、動け。世話になったな。Thank you.
おかげで事務所も大して焼けずに済んだ。大したことはしてねえさ、ブレイズの落とし前。まあ坊主たちも礼を言おう。この借りはいずれ。そいつはどうも。ヤクザに貸しを作るってのも新鮮だね。どうした時坂。いや、なんでもないっす。知り合いがいた気がしたが、気のせいだったみたいだな。時坂。ここで会うのは久しぶり。マスター、いつもの。カクテルは絶品だし、しかし相変わらず遅くまでバイトをしててもいいのか？部活もやってるんだろ？そうか、ま、無理はしない程度にな。って、俺も人のことは言えない。学生時代は時坂に劣らずバイトばっかりしてたからな。確かに半分は学校、もう半分は。遠距離恋愛中にはなるが、ま、付き合いは結構。
別に隠してるわ。時坂こそどうなんだ。最近ヒイラギと仲がいい、幼馴染の倉敷や一年の生島、もっと最近じゃあの子ソースは秘密だ。マスターお勘定。ま、何にせよ青春ってのは短いもんだ。限りある今を悔いなく大切にするといい。また明日。
んたちと同じ部活に入るそうですね。どうか先輩のこと、これからもよろしくお願いします。それじゃあ私からね。やるわね。ミラー、くれるじゃない。同点、仕切り直すわ。それじゃあ私からね。私が負けるなんて。ゲームスタートね。カードを引きなさい。同点、仕切り直すわ。それじゃあ私からね。吹き飛びなさい。同点、仕切り直すわ。それじゃあ私からね。私が負けるなんて。よかったね、レベルアップよ。始めるとしようか。カードを引くとしよう。君の先手だな。ほう、やるな。鏡よ。同点、仕切り直し。私の先手か。風よ。なるほど、そう来るか。高ぶり。良い勝負であったな。始めるとしようか。カードを引くとしよう。私の先手か。鏡よ。良い勝負であったな。
始めるとしようか。カードを引くとしよう。君の先手だな。イカズチよ。なるほど、そう来るか。なるほど、そう来るか。同点。仕切り直しか。うん。私の先手か。同点。仕切り直し、同点。君の先手だな。良い勝負であったな。ふふ。始めるとしようか。カードを引くとしよう。うん。私の先手か。鏡よ。なるほど、そう来るか。鏡よ。風よ。同点。仕切り直し、君の先手だな。ほう、やるな。同点。仕切り、君の先手だな。同点。仕切り、君の先手だな。良い勝負であったな。始めるとしようか。カードを引くとしよう。うん。私の先手か。イカズチよ。同点。仕切り直し。うん。私の先手か。同点。仕切りの君の先手だな。高ぶり。なるほど、そう来るか。ほう、やるな。大した。始めるとしようか。カードを引くとしよう。同点。君の先手だな。ほう、やるな。鏡よ。そう来るか。風よ。高ぶり。同点。しん、私の先手。同点。うん。大した。
始めるとしようか。カードを引くとしよう。同点。私の先手か。高ぶり。なるほど、そう来るか。そう来るか。鏡よ。ほう、やるな。同点。資金。私の先手か。良い勝負であったな。始めるとしようか。カードを引くとしよう。私の先手か。イカズチよ。高ぶり。なるほど、そう来るか。鏡よ。そう来るか。なるほど、そう来るか。大した腕前だ。始めるとしようか。カードを引くとしよう。同点。君の先手だな。そう来るか。鏡よ。良い勝負であったな。じゃあ始めよっか。ドローするよ。僕の先行だね。強化するよ。やってくれるね。負けちゃ。じゃあ始めよっか。ドローするよ。僕の先行だね。風よ。同点。仕切り直しだね。コウの先行だね。負けちゃ。じゃあ始めよっか。ドローするよ。僕の先行だね。同点。仕切り直し。僕の先行だね。負け。さーて、始めんぞ。カードを引くぜ。俺から行くぜ。しびれろ。ミラーだぜ。マジかよ。いい勝負だったな。
さて、そうそう、どこにある？この私を相手に勝ち逃げなんて許さないわよ。必ずリベンジさせてもらうから覚悟しておきなさい。ゲート権限、よし、見つけたか。さあ、行くぜ。
宝箱持てよ。行け！
宝箱だ。一昨日来やがれってんだ。こいつは上物だ。よっしゃ、バッチリだぜ。